はい、対戦相手の方が見つかりました。相手のパーティーがこのような形ですね。復帰したボルトロス君の刺さりがそれなりなんですけど、ただ相手のマンムが気になるからな。あんまりマンムに弱い戦術にはしたくない。どうしよっかな。所定レヒレあたりから入って、レヒレから入ってハッサム何かが、レヒレハッサムラティオスって選出はありっちゃありですね。これでいってみますかね。はい、では対戦よろしくお願いします。ちょっと猫の遊んでアピールが激しい。よろしくお願いします。でレヒレから入っての手手フェア、これはある程度予想通り、ここでレヒレを消耗させていいかどうかなんですが、ギャラを考えるとあんまり消耗させたくないのはあるけど、ここただな、ハッサムに引いたところでってのはありますよね。一旦カップ Z ぶっ放すのありだな。ガーディアンでアローラで挑発とかはさすがにしてこないと思うけど、 Z ブップは、ああ、これそれか。あ、 OK、 それはとりあえずいい。壁張りテティフってまあまあレアくない？これは相手の壁関係ないですからね。全力の Z 技。はい。で、ここでハッサムに引くかどうかのゲーム。どうせムーンフォースをしても、チャンスとしてハッサムに引くのありですね。この方のデリングだったらメザホルはまずないと思うし。で、ここで何されても、まあ、バレパン圏内には入ってるんで、ここはハッサムでよくて。リフレクター、オッケーオッケー、それはとりあえずいい。で、問題なのはここなんですが、トンボ返りにしておきますか。メザホルを食らっても、まあ、絶対ないからな。メザホルはない。打ってくるとしてもここ挑発とかだと思うんで、自然の怒りの可能性だけど、で引いてくる可能性が一番高くて、バシャーモとかだと思うんですよ。うん、それに対してここでのトンボ返りがまあまあ有効。でこれでラティオスを出せばいいかな。まあ壁張られちゃってるんで厄介は厄介ですが、ただラティのメガネン再起での火力だったらラティを起点にガンガン積むっていうのは不可能なはずなので、ここはラティオスへ。で再起、まあ、ここまでは一応ある程度予想通り、まあ、予想通りではないな、選出段階では予想通りじゃなかったですけど、一応テテフに壁張られた時点で想定した通りの展開ではありますね。でここは最近ね、テテフに戻してくるかもしれないけど、まあ、それはそれでいいでしょう。最近ね、押してどうだろうな。ただ相手も壁ターンの兼ね合いがあるからね、変なタイミングで交換というのはやりたくないはずではありますね。守れ、まあ、ここは様子見の守れ。一応だけど僕がシャドウボールとか押す可能性もゼロではないかな。加速、はい、まあ、バトンだけしてくる可能性はありますけど、何にしてもここは最近でいい。テテフに戻してくるかな、それか、それが強引に積んでくるか。耐久フット弱点保険バーシャーモとかあったらここで、まあ、弱を積むチャンスなんでやってくるかもしれませんが、ここで研磨か、それはでも別にいいな。ってことはあれか、バトンか、この次のターンは。これがまずどれぐらい入るのか。ああ、まあまあ入ったな、まあまあ入った。リフレクターあってもバレパンで落ちるんじゃないかなっていうぐらいの意識の気がするけど、でここは最近ね、ただここは殴ってくるよりかバトンだと思うんですよね、ギャラあたりに。でギャラ当たれば一応レヒレで相手ができなくはないんで、あ、 Z っていうのがここで、はい、 Z だったか。ちょっと、あ、耐えた。嘘、弱くねえか。え、研磨 Z って普通落ちるんじゃないかな。バシャーモ、バシャーモじゃ、ラティオス、なんだろう。え、耐える。だってさ、ラティって普通に研磨フレードだったから落ちなかったっけ、メガバシャーモの。もう分からん、分からんけど、なんか耐えたわ。でだ、ラティは一応残してもいいですね。ま
まあ、というのもあのラストがボルトの場合は重要なんで、ここはハッサムで、逆にハッサムはもうそんなに重要、まあ、ラストがガストの場合はまあまあ重要ですが、ここはハッサムね。さあ行きね、はい、これは耐えて、ギャラとかじゃないんかな。でここはトンボですね、ボルトにあの、まあ、ここはあのハッサム早くさせたい感もあるんだけど、セリフが挑発持ってる可能性もあるし、引いてきたラストがボルトの場合にあの悪巧みとか高速移動から全抜きってのかって話をしたらガスタでしたね。ガスタならまあほぼほぼ勝ちだろうな、これはトンボ帰り勝てえぞ、これポイヒじゃねえか、ポイヒだったらヒデを出してやればいい説はある。ヒデ出すかここちょっと硬い気がするしな、だってこれでさムーンフォースをしてればもう大体勝ちだよな。テティフは上からメガネシャドウで縛ればいいし、これ壁なくなってるから、変になんかあの毒毒玉発動させてさせる方が嫌な気がする。ここはムーンフォースで身代わり、やっぱ絶対それだよな。だからここで引き出したのは大正解のはずですね。テティフはラティがもう上から倒せる状態なんで、そんなに気にしなくていい。はい、効かなくなった、はい、まあ、ここからもムーンフォースレンダーでいいはず。ほい、降参してくるかもしれませんね、まあ、引いてきた、やるだけやる気か、まあ、これで一応フィールドは逆転できますからね。はい、ただ型によるな、やっぱりあのガッサの、でここでガッサー身代わりか奉仕か分かんないけど、一応だけど、まあ、ハパンチ持ってる可能性はゼロじゃないんで、まあ、持ってない可能性が高いと思ってけど、持ってた場合は、まあ、とりあえずここダッチを出すのは正解のはず。リムラされるにしても奉仕、いやそれはまあいい、でここからビルドガンズリとかの方が嫌なんで、で冷え出して挑発をすればいいよな。こうして寝るのはもう仕方ないかな。まあまあハパンチない場合だったら手残した方がよかったけど、たまにいるからな、ドクドク玉でハパンチ持ってるやつ、あんま考慮しなくてよかったかもしれないけど、身代わり、はい、でこれテクニシャンじゃないんで種が打たれても絶対落ちないんですよ、だから挑発が通るわけですね。これでだいぶ有利のはず、ヤドリギ、あそっちか、それかってことは出すと気合いパンチとかだろうな。だったらもうラティがいらんから、ラティを殺してもらって宿り着解除してる方がいいはず。身代わりはまあいつでも壊せるっちゃ壊せますからね。ラティをして、あ、ガンプか、待って、これで技割れたか、で奉仕、ガンプ、宿り着、身代わり、待って、奉仕、身代わり、宿り着、ガンプでしょ。だからレヒレで大体いけるはず。ビルドもないし、ハッサムレヒの並びは崩せないと思いますね。ここはハッサム、ここはトンボ帰りでしょ、ガンプが飛んでくるからトンボで壊して、でミスフィールドがあと一旦残るんでムーンフォースを押せばいい。ただムーンフォース落ちない可能性があるのか。今更だけど、ここはレヒレでよくて、あそれか身代わりをしてくるかな、はい、身代わりで時間か、あこれここはでもまだ押せないか、あ挑発だと言ったんだっけ、勘違いした、あ言ったんか、だったらここムーンフォースでいいや、はい、
ガンプしかないからな、このガッサ。寝ようがなんだろうが、ヒレで突っ張ってもいいような気がするけど、こうなってくると。あ、落ちましたね、よっわ。エースとかあったんかな、対戦ありがとうございました。なんかちょっと立ち回りが怪しかったけど、勝ったから許してください。